今日は夏休みの一日をとってみます。まずはお部屋のお掃除をします。いつもはママがやってくれるんですけど、夏休みはできるだけ自分でやりたいと思います。机の上も掃除します。カルディで買ったクリームソーダを飲みます。かわいい。おいしい。メロンソーダの味がして美味しいです。さっぱりします。ママが飲みたいみたいなので、残りはママにあげます。ありがとう。いただきます。美味しい。美味しいね。うん。色は青いけどメロンソーダに似た味です。美味しい。美味しかったので、今度行ったらまた買います。今日は午前中に宿題をやります。お昼まで頑張ります。お昼はケンタッキーになりました。和風チキンバーガーとクリスピーとポテトです。いただきます。おいしい。じゃあみんなで食べます。暑いのでかき氷を作ります。削れました。いちごのシロップかけていきます。美味しそう。できました。美味しいです。美味しいいちご。食べて涼しくなります。ちょっと外出してます。少しスーパーに寄ったので、これを買ってきました。開けちゃいました。かわいい。あとケーキ。これが出ました。かわいい。ケーキの帽子がついてます。これをかぶせるみたいです。こうなります。ここのショートケーキの猫ちゃんとティーカップカブっていう猫ちゃん欲しかったです。シークレットも気になる。また見つけたら買ってみます。昔の家族のビデオを見るのが好きなので今日も見たいと思います。撮影なのでヘッドホンをしてみます。面白い。晩ご飯はカレーです。いただきます。美味しいです。美味しく食べます。デザートでアイスを食べます。かわいい。じゃーん。はちみつレモンの味でとっても美味しいです。爽やか。美味しい。この前スーパーに行った時、トゥイーティーのペッツを買いました。可愛くて買っちゃいました。黄色と黄色。ペッツ久しぶりに食べたけど美味しかったです。お風呂に入ったのでスキンケアをします。今日はママに借りた化粧水と乳液を使います。化粧水塗ります。乳液塗ります。そろそろ出ます。私の夏休みの一日でした。バイバイ。